はい、ピースケでサクセスやっていきますということで、ガチャ解説いきたいと思います。はい、今ちょっと3つか、はい、来てるんですが、今日実装ということで、実装、まあ、ガチャがね、はい、イザヨイ君復刻です。はい、まあ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 、アスレ強化のあれって感じだと思うんですけど、4-5で PSR 確定で、うん、ちょっと50にしたい人とかは全然引いてもいいかもしれないですけど、ちょっと個人的にはちょっと我慢した方がいいかなっていう風に思っております。はい、一応ね、モコちゃんもね、イブ一歩も今のアスレ野手環境では必須キャラなので、この2人に関しては、うん、でイザヨイも相性はいいという、はい、感じで、まあ、ちょっとこのタイミングかって感じなんですけど、できたら俺はこっちとね、呪術廻戦と、あと五条さんが確定もパーサカでも実装されてて、めちゃくちゃ強いんですよね。なんかオフェンスディフェンスの、まあ練習効果とか特異練習とかなんかもろもろついて、しかも基礎何筋力、敏捷、技術、精神、基礎骨全部10ずつあるみたいな、なんか意味わかんない性能になってるみたいで、うん、まあ、パワーサカーの性能なんで、ちょっと、まあ、こっちわかんないですけど、まあ、おそらくピッチャー、二刀流なのかわかんないんだよね。二刀流かどうかがちょっと気になるってぐらいで、で、能力が走力とコントロール、が、上限突破してるんで、走塁コントロールなわけないと思うんですけど、まあ、多分急速変化とかになるのかなって気はするんですけど、まあ、多分五条さんがめちゃめちゃ強いピッチャーで多分来ると思うので、で復刻もないということで、まあ、ちょっと石はね、こ使えないんですよね。できたら引きたいんですけど、この辺も、まあ、パーちゃんワーちゃんもね、パーちゃんワーちゃんも思考になって別バージョンで強くなるので、来年年明けぐらいに強くなるってなるんですけど、できたら我慢しようっていう、まあ、せめて五条さんが来週性能出た時時点で判断する方がいいのかなっていう、はい、感じでございます。まあ、こっちもリセットするのでね、うん、そうなんですよなのでちょっとね、まあいいガチャなんだけどね、普段だったら全然引きたいんですけど、ちょっとこれがある限りちょっと終わるまでは他のガチャ引けないのかなっていう、はい、感じにはなってると思います。で、呪術廻戦終わったらすぐ野球マスクとか来ると思うんで、まあ、ちょっとその辺も視野に入れつつ、やっていく感じがいいのかなっていうふうに思います。はい、まあ、五条さん間違いなく強いと思うので、うん、そうですね、ここは置いときましょう。まあ、一応常設でもあるし、うん、っていう感じだと思います。はい、っていうぐらいかな。マジで強そうなんだよね。なんか今までにないレベルのキャラになる可能性があるのでそのアプリ環境で、来年の環境の投手キャラで、今までにないレベルの感じになりそうって感じなので、まあ、多分今引いといた方が育成的にめちゃめちゃ変わってくるのかなっていうふうには思うんで、そんな感じですね。できれば温存しといた方がいいと俺は思います。まあ、みんなそう思ってるかもしれないんですけど、わかんないんですけど、うん、で、この3キャラにしても普通に強いんですよね。シラス環境、まあ、今のそのまあ、来年の環境にはなっちゃうんですけど、うん、まあ、虎杖がまあ無限指導めちゃめちゃ強くて、うん、経験点ガシガシ入ってくるし、桃鉄の抑え育成でもかなり環境に入ってくるような感じなので、うん、スタミナ上げれるっていうのが結構いいんですよね。スタミナ上げれて、まあ、東京っていうゆかりの地っていうのがあるんですけど、各その中で、まあ、東京なのも、まあ、善逸持ってない人とか特に、うん、虎杖持ってたらいいなっていう感じだったりとか、伏黒くんも、まあ、シラスの環境の中では一番使われているキャラで、まあ、さすが人気ナンバーワンキャラだなっていう感じなんですけど、うん、で、まあ、結構強い、まあ、ダブルでね、
国寿とかと同じテーブル、まあ後の海馬くんとかもそんな感じなんですけど、あのやる気150のタック強いやつですねっていう性能なので、でコツ3確定で両方入ると、はい、いうのもあるしまあ強いですよね。で守備上限なので、あの闘争学園守備上限いないんですよね。でところで入る可能性が全然ある感じになるんで、ちょっと伏黒は俺できたら50にしたいなっていう風には、はい、思ってるんですけど、はい、で強いと、はい、で釘崎も、こいつらとセットで使って強いみたいな感じなので、あの何シラスでね、シラスでめっちゃ強いし、まあ、金徳も2個普通に入るので、あのまあ来年環境、来年の環境で、まあ、この3人の中だったらちょっと劣るかなっていうぐらいのレベルなので、うん、そうですね、もう手に入らなくなった頃に使うっていうのが、まあ、結構ね、大変なとこだと思うんですけど、3人とも優秀っていうところで、うん、まあ、個人的にはイタドリは45を最低して、伏黒をあの選択権で50にできたらいいなみたいな風にちょっと俺は思っている感じです。はい、でまあ、あと五条さんですね。で五条さんもまあそんなにきつくないガチャで来てくれるといいんだけど、うん、せめてね似たような感じで、まあリセット似たような感じでいいので最悪ね、最悪あの5回目と10回目五条さん確定、他全部五条さんみたいな感じだと助かるかな。だよね、バナーだよ、バナーだもんね。ここのバナーのとこ全部五条さんにしてくれて、選択権のところも五条さんあのね確定にしてくれるってなるとだいぶ助かるんですけど、うん、お願いします。はい、ということで、まあ、結構シビアなとこだと思うんですけど、うん、まあ余裕ある人はね全然引いていいと思うんですけど、うん、まあ、そんなに余裕ない人の方が多いと思うんで、うん、ここのガチャはちょっと罠ガチャだと思います。はい、ということでご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。はい、ピースな一日をお過ごしください。バイバイ。